チラシは千葉市出身の漫画家、本宮博さんがおよそ45年前に連載を始めた俺の空刑事編をオマージュしたもので、難事件を解決する主人公、安田一平が自転車を2段階で施錠する通ロックを呼びかけています。懐かしさを感じるエモーショナルな絵柄が特徴的で、県警の担当者は、 特に若い人に関心を持ってもらえたらと話しています県警によりますと県内では今年に入ってから先月までに自転車の盗難が7267件起きていて去年の同じ時期に比べ428件増え過去5年間で最も多くなっていますまた盗難にあった自転車のうちおよそ7割が 鍵をかけていなかったということです。